さあ、本日最初のやり込みはビートマニア 2DX27 のヒロイクバース経費削減解禁無職の節約術。さあ始まりました。アリーナの解禁無職といえば1500円ぐらい使ってさらに4時間、そして未曽有の体力を使うとっても過酷な解禁作業ですが、果たしてどうやって経費削減するというんでしょうか。すぐ決定しませんね。なんだか変な動きをしてますが、ちょっと早送りしてみましょう。ここで手元動画が何やらツイッターで DM をしてますね。そうなんです、このやり込みではすでに解禁が終わった解禁無職と乱数調整ならぬ無職調整をして小じきしようという作戦なんです。先人解禁無職とマッチングできたようです。あー、コメントでさらに念をしてますね。さあ無事にアリーナプレイ1回目でキューブ50個復活のサムタイムを引き当てました。いやー、この節約っぷりあっぱれですね。全く同じ手法を用いてアリーナ2プレイ目でキューブ本当は100個の墓秘密を引き当てることに成功したようです。無職ネットワークってすごい。そういえばこのやり込み無職ダブルプレイでしたよね。シングルの譜面はどうするんでしょうか。おっと、急な実写パート。ゲーセンを出て近くにあるスーパーアークスコアに行き、お安い弁当買った。出た出た。普通に家に帰って聖金 TV を見ながら歩かないでドラクエウォークをしながらご飯を食べているところにロテテの速報。ロテテロテテ動画作るのにはロテテ、ちょっと飯ロテテ。さあ動き出しました。何やら CD のようなものを取り出して、フィフススタイル。そうなんです、このやり込みではシングルアナザーの譜面が変わらないこといいことに家庭用フィフスで譜面動画を撮影しようというものなのです。この経費削減プリ鬼。いやー、素晴らしいホット結局ですよね。やり込みプレイ中ですが、もう一回だけ聞いてみましょう。
同じ作曲者の佐久間彩さんによるアナテイクイットイージーもやってますね。この無職だいぶ余裕があるようです。同じくあやさんによるリアルもプレイ。この曲アナリアルだからってアナルって略したらダメですよ。さあ本題に戻ってキューブ100個目の解禁曲墓秘密に挑戦するようです。果たして一発のチャンスで EX ハードを無事捨てることができるのでしょうか、この無職。ところで墓秘密って家エンプでもできましたよね。一発目で墓秘密を EX ハードクリア。メインでプレイしている DP は効率よくランプだけつけて、シングルは経費削減のため家庭用から映像を引っ張ってくるという徹底したやり込みプレイでした。とはいえこのゲームランプをつけただけで満足するのではなく、本来はスコアを狙うべきゲームだとも思いますが、とにかく怒涛の経費削減ぶり。いや参りました。